縁って本当に大事だなっていつも思いますし、はい、なんかいろんな方と出会えたから今自分がここに立ててるんだなぁと思うので、うん、すごい嬉しいです、うん、頑張ります、うんえ。私たちはあの新 CM の中でサンタ家というサンタクロースの家族を演じているんですけどおじいちゃんとパパと娘として家族揃って赤 衣装を貴重赤を基調とした衣装を着ていてあのそれぞれ少しずつ色が違ったりとかデザインも違っていてすごい可愛らしい衣装で3人で揃えて「出、はいはい、演しています境遇は生かす」で「得く」っ、ねはい はい、これはですねあの人生僕はですねあのあの仕事でもプライベートでも人とと会会うのは縁があっっっててて出いると思っております、うん、でその縁をね大切にこれからも感謝して生きていきたいと思ってるんですけれども特にね役者なんてやってるとねなんかこの人変わってるけど才能あるなみたいなねそういう人に出会う機会がすごく多いので、えー、とはるかちゃんなんかもうほに若い頃からデビューしているのでなんかそういうね今まで出会った人と、はい、えをこう自分の得として えー、あるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい。二、えー、番目、はい。楽ですね。ありのままでこれはもうまさにあの人生ねありのままで生きた方が楽です。でそしてですねまあねわくはあの恋愛もねありのままの自分を受け入れてくれる人なんかと出会えたらすごく人生華やかになっていいんじゃないでしょうかと思います。娘よ、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいありがとうございます。はいうん、福原さん、はい、この三つ得楽便利。 聞いていかがですか、はい、いや本当に刺さりました、うん、なんかやっぱり縁って本当に大事だなっていつも思いますし、はい、なんかいろんな方と出会えたから今自分がここに立ててるんだなと思うのでうすごい嬉しいです、はい、頑張りますまずは得私ねあのなりたくてなったわけじゃないんですけどこんな声になっちゃったもんですから、えー、まあこれは特徴があるっていうんでね、えー、ずいぶん皆さんによくしていただいて、えー、これは 大変、えー、得な日々を送らせていただきましたのでありがとうございますぜひ特徴があるといいですね楽小沢君はまだ結婚しないの後ほど後ほど言いますそうですかはい,、はい、いや家族がいるとね気持ちは楽ですよ嫌なことがあってもですね妻に話すと心が軽くなります <laughs> バラを育てる平泉清さんありがとうございます <laughs> <laughs> でも本当にあの役者としてねこう特徴があるというのは素晴らしいことだと思いますしあの僕もね実はあのあの写真を撮ったりあとあのなんか絵を描いたりするのがすごく好きでだからそういうい多趣味であるというのもやっぱり人とコミュニケーションをれるという意味ではすごい便利だなと思うしえとまああの家族に関しては僕もあの縁がありましたら必ず結婚してえとせいさんにもあのご報告したいと思っておりますのその時はどうぞよろしくお願いいたします。<laughs> <ぜ> <laughs>